皆さんこんにちは、生きがい TV ゆきにです。それでは本日もやっていきましょう。コンサドーレ関連ニュース、よしということで、8月7日リーグの再開に向けてね、チームも始動しております。いろいろ動いております。そんな中ですね、来ましたね、アマドゥ・バカヨコ選手が来日、チーム正式加入と発表されました。で、同心スポーツの方で、インタビューが結構長いインタビュー載ってまして、まずコンディション、問題ない、このチームのスタイルになれるまで時間は少しかかると思うが、これからみんなと練習し監督の指導を受け、集中していきたいと。で、非常に温かく歓迎してくれて嬉しいということを言っていますね。で、いい選手がいると、いい選手と一緒にやるのはやりやすい、試合に出るのがすごく楽しみと、で、今日、岩見沢教育大との練習試合があったそうなんですが、早速そこでもゴールを決めたそうです。で、この記事では英語が堪能なね、大崎レオと喋ってるところの写真が載っています。で、アマドゥ・バカヨコ自身が思う自分のストロングはということで、個人的な特徴としては足の速さ、裏に抜けて決定的なチャンスを作ったり点を取ったりするのが得意だが、それ以上に自分の良いところはチームのプレースタイルにうまく合わせれると、今年の試合のハイライト、コンサドーレのハイライトを見ていたら、プレースタイルは私にすごく合うと思う、一緒にやるのが非常に楽しみと。で、スピードの部分わからないけど、多分ここの選手の中で一番速いと思う、自信はあるということで、長身ですが自分の武器はスピードだと、バカヨコ自身は思ってるそうですね。で、今は大変だが私たちの力で絶対この状況をよくできると思う、ピッチ上での結果は私たち選手次第、みんなが自信を持って自分もチームメイトのことを信じたら絶対残留できると思う、非常に高いモチベーションを持って、チームの力になれるよう頑張りたいという意気込みも語ってくれています。で、札幌の街はどうですかとかね、よくあるじゃないですか、好きな日本食は何ですかみたいな、そういう質問なんですけど、街は綺麗で人は皆優しい、今はサッカー以外のことはあまり考えていない、このチームのプレイスタイルを勉強し監督の指示を聞き、練習場のピッチで全力を出しチームの目標のために頑張ると、それらが全部できてちょっと生活にゆとりができたらいろいろ見たいと思っている、今はサッカーしか考えていないと。もうね、真面目、もうやる気半端ない、もう今はサッカーのことだけっていうね。で、なんて呼ばれたいですか、 SNS でいろんなニックネームを見ましたが私はアマと呼んでもらいたいと、ということで、アマドゥバカヨコ、ね、呼び名はアマ、アマさん、ね、アマさんって言うとね、ちょっとアマちゃん、ね、まあ、いろいろちょっとそういうのもあるかもしれないね。札幌のアマちゃんね、札幌のアマさん、かもしれないですね、うん。で、ちょっと面白かったのが、もともとね、移籍前の発表とか、情報とかでは193センチだったんですが、コンサドーレのね加入発表の時には身長が190センチにね3センチダウンということで、フランシスカのね12センチダウンには及びませんが、アマドゥバカヨコお前もかという感じで3センチが、日本に来ることによって縮んでしまったとまあでも高いですから、190あれはもうね高いですから、はい、ということで楽しみですね、うん。ジョルディ・サンチェスと同じ190センチだったということも明らかになりましたと。で、加入もあれば、あ、でね、今日の練習試合、教育大岩見沢校との練習試合で、そう、バカヨコ、アマドゥバカヨコもゴールを決めたんですが、練習生のキングもゴールを決めてますね。うん。
ということで練習生がいるよということはもうオープンな情報みたいですね。うん、キング選手、練習生、謎の練習生キングがいるよということです。さて、まあ、加入もあればアウトもあるということで、岡田大和選手、ロアッソ熊本へ期限付き移籍が発表されました。今年までですね、2025年1月まで期限付き移籍と。で、本人はロアッソを熊本に移籍することになりました。この半年間チームの力になれず、自分の力不足を痛感しました。成長してこのチームの力になれるよう頑張って戦ってきますということです。まあ天皇杯でね、プロ初ゴール、決めですね、まあ、最近は、ね、メンバーにね結構入ってきていたわけですが、まあこの夏にね、キム・ミンギュ選手獲得して、まあ彼も左センターバックか、ウィングバックっていうことで、まあ左がね、もともと中村斗也、菅大輝もいて、どうしてもちょっとこの、まあ、出場難しいですね、こうなると。でキム・ミンギュ取ったんで、やっぱ優先的に使うでしょうから。うん、で韓国代表レギュラークラスの韓国代表に入るか入らないかのそのボーダーぐらいの実力あるわけで、ってなるとね、やっぱ部が悪いですよ、大卒ルーキーは。はい、ということで、期限付き移籍、いや本当にねいいと思う。うん、やっぱりもう岡田大和はもうポテンシャル間違いないんで、体も強いね、キック力、シュート力もある。あとはやっぱり実戦経験で、試合経験をね、やっぱ積んでいく、やっぱそれが絶対大事だと思うんで、この移籍はね本当にいいと思います。そしてロアッソ熊本は、前は違うんですけど、後ろはね3バックのチームなので、コンサドーレとも一緒っていうところがいいポイントですし、佐藤優也、コンサドーレ OB の佐藤優也もね、今あだに現役で必ずあのベンチに、サブキーパーで入ってますんで、そういう意味でもね心強いですよね。はい、そしてロアッソ熊本スケジュールを見るとですね、なんと8月17日、ロアッソ熊本 VS 水戸ホーリーホックの試合がありますということで、ロアッソにね期限付き移籍した岡田大和 VS、 こちらも期限付き移籍中、中島大河水戸ホーリーホックのね、コンサドーレレンタル組対決、もう来月、もうね、にはもう見れると。8月17日にこの対決が見れるかもしれない。そしてね、コンサユースの育ちの松原周平も加えて、この3人の、対戦が見れるかもしれないということで、これもね、非常に楽しみです。8月17、19時キックオフですね、非常に楽しみにしていたいと思います。はい。続きまして、本日7月30日はですね、金子拓郎26歳のお誕生日おめでとうございます。そんな金子拓郎がですね、この先日の7月28日ベルギーリーグ開幕戦でね、公式戦デビューしました。移籍後初コルトレイクでの公式戦デビューと。対戦相手は、こちらもね、渡辺剛、シュミット・ダニエル、横田大輔、日本人3選手がいるですね、ヘントとの試合と。結果はね0対1、アウェーのヘントが、アンドリ・ルーカス・グジョンセン、チェルシーとかバルセロナでプレーしたあのグジョンセンの息子が決勝点を取った試合だったんですが、まあ、0対1で敗れることになりました。で、藤井春也とともにね、金子拓郎先発出場と。この開幕戦先発出場で、でコルトレイクの公式の X もね、メンバー表のところに金子の写真を選んでね、それだけまあ期待の高さが伺えたんですが、先発の金子拓郎、71分までプレイと。で、まあチャンスは作っていましたし、コーナーキックもね、コーナーキックのキッカーも、任せられていて、信頼とか期待の高さは感じましたし、ただやっぱりチーム力としてヘントの方がね、ちゃんとつないでっていうところで、ホームなんですがコルトレイクはカウンター狙いみたいなところだったんですよね。で、チャンスの数、決定機は多かったんですが、ヘントが、まあ、
実力を示して、勝利した感じでしたかね。で金子は、ドリブルで運ぶシーンとからしさ見せましたが、あ一方ねペナルティエリア内で、シミュレーションを取られて初イエローと、そういうシーンもありました。まあちょっと本人としてはほろ苦いデビューになったかなという感じでもあります。さて、ベルギー紙 HLN、ね、開幕戦前に金子拓郎がインタビューに答えておりまして、こちらの方でね、KV コルトレイクの新プレーメーカー金子拓郎、ドリブルが大好きで、かなり得意ですと。で私の夢はいつかプレミアリーグでプレイすることですと語ったそうです。でね、今にこれでね今日で26歳になったわけなので、さてあの遠藤航選手がね30歳でリバプールに加入したっていうのがやっぱり驚きだったわけですよ。やっぱ30歳っていうのが一つの、もうボーダーになってしまうと。でなると今26歳ですから、キャリアのピークだいたい28歳だとして、そこでプレミアリーグでプレーするとしたらもうあと2年しかないってなると、やっぱりね、急がなきゃいけないかもしれない、特にコルトレイクは去年もねギリギリで残留したクラブなので、まあ、もちろん出番は多いと思いますが、その中で、チームの結果以上にね自分のアピールをしなきゃいけないかなと思いますね。そして高峰智樹のその後のね移籍の情報、加入の情報はまだないみたいですが、コルトレイク、次の試合は8月4日アウェーのサークルブルヘ戦ですね。次は8月4日が次の試合になります。はい、そんな金子拓郎、ベルギーリーグ公式戦デビューと同じ時間帯に試合を行っておりました7月29日なでしこジャパン、パリオリンピック第2戦ブラジル代表相手にね0対1から後半アディショナルタイムでの劇的な2得点で、勝利と、挙げました。でそのね、同点となる PK、 後半アディショナルタイムで同点をとなる PK を決めたのが札幌市真駒内出身のドサンコキャプテン熊谷咲と。で、この試合ね前半アディショナルタイムには先制のチャンスの PK があったんですが、その際は田中美奈選手がね、キーパーにストップされていました。でこの後半アディショナルタイムでの PK 獲得で池田太監督からもうね、熊谷選手キッカーを任されたそうです。もうやるしかないという気持ち、何としてもチームを助けたいなと思ったという心境を語っていて、あの状況で勝ち点1が残るかどうかすごく重要なところ、何よりも自分たちが本当に勝ち点が欲しい状態だった。ただ PK を蹴る瞬間は本当に落ち着いていた、ボールに集中するだけ。でもなんならあの時ゴールキーパーが見えちゃって落ち着いて蹴れたと、キーパーの動きもちゃんと見ていたということで、で今までね、PK キッカーは後輩に任せていたが、2021年のワールドカップ優勝を決める、まあ、最後の PK キッカーでしたり、女子チャンピオンズリーグ決勝の PK 戦など数々の大舞台で PK を蹴ってきたと。で、そんな熊谷選手が思う PK とはと、 PK は私の中で生き物だと思っている、その時その時でかなり違ったシチュレーションがある、とにかくあそこに飲まれないこと、自分のリズムで蹴ること、そこだけに集中していた、いい意味で緊張はしなかったということ、仲間からサキさんお願いという思い、みんなの気持ちは分かっている、だからこそ決めたかったということなんですね。次の試合なでしこジャパンはこの勝利で次の試合引き分け以上で決勝トーナメント進出ということですよね。すごい、とにかく大きいゴールでしたね。やっぱりねコンサドーレは最近全然 PK 決めれてないんで、一回ねこうオリンピック終わったら、まあ熊谷選手も
ローマでのプレーがあるので忙しいと思いますが、一回ね PK の蹴り方を教えにね、札幌にね帰ってきがてら、コンサドーレのねチームに、伝授してほしいなと思うぐらい、よく決めたなと、本当に大きいゴールでしたね。なでしこジャパン、次の試合はもう明後日ですか。いやーすごいね、ちょっとスケジュールが分かりませんが多分明後日だと思います。はいね、なでしこは次の試合引き分け以上で決勝トーナメント進出、8月1日キックオフは0時ということで、明後日ですかね、うん、もう1日後ということで、次こそね、まあ、金子拓郎のライブをしながら、あもう眠たい中、見ていて、でもうこの後はしごと思ったんですが寝てしまったので、次こそね8月1日はもうしっかりなでしこジャパン、熊谷咲、土産子熊谷咲中心にね、こちらをね応援したいなと思います。はい、あとはあとの話題は何ですか。あ、これはね嬉しい話題ですよね。我らがスパチョークサラチャーと、タイの年間最優秀選手賞受賞とやりました、タイサッカー協会、は、7月の25日ですね、7月の25日タイサッカー協会はタイ FA アワード2023-4 を主催し、30個の賞を、発表しました。で、我らが北海道コンサドーレ札幌スパチョークサラチャーとはですね、年間最優秀、男子サッカー選手賞、メンズプレイヤーオブザイヤーを獲得しました。素晴らしい。まあその1年通して、国内外で一番活躍した選手ということになりました。おそらくね初受賞だと思います。いや素晴らしいことでじゃないですかね。それだけやっぱり、まあ、代表活動そして、J リーグでもやっていると。今ねやっぱりスパチョークはタイ代表でもエース、もう日本でいうと三笘とか伊東純也とか、まあ、久保建英みたいな存在なのでね、来年もまたこのプレイヤーオブザイヤー取れるように応援していきたいなと思いますね。スパチョークがタイのプレイヤーオブザイヤー受賞と。でこれね日本もやったらいいと思うんですよね。 J リーグアワードってこうあるじゃないですか。 J リーグの中での表彰はあるけど、年間ね国内外にいる一番活躍した選手を表彰する賞ってなくて、あの日本サッカー協会からの賞はなくて、記者賞とか、記者たちが、やったりとかそういうのはあるんですけど、やっぱサッカー協会がねこうやって年間最優秀選手をやっぱ発表するべき、表彰するべきなんじゃないのかなと僕も思います。でこれとは別にというか、リーグの方での MVP はコンサドーレ提携クラブブリーナムユナイテッドのスパチャイ、得点王とのダブル受賞と、リーグ得点王そしてリーグ MVP スパチャイがダブル受賞とね。やっぱり札幌には来なかったね、来なかったです。そして、リーグでの最優秀ゴール賞は、日本人なんですよ。志村誉選手ですね、ポート FC の志村誉選手がリーグでの年間最優秀ゴール賞、あ、志村昇選手ですね、申し訳ない申し訳ない、志村昇選手です。こうやってねやっぱり日本とタイのサッカーが、連携しながらね、それぞれ選手をこう行き来させて、でいいところをこうお互いね伸ばしていって、で交流を深めて、でレベルアップしていくっていうのは本当にいいと思う。うん、ということで、スパチョークサラチャーとタイのね年間最優秀選手賞、プレイヤーオブザイヤー獲得ということでおめでとうございます。ということで、今日はね以上となりますかね。まだまだねパリオリンピックあります、試合ありますし、やっぱりね熊谷選手、キャプテン応援したいなと
思いますし、あと今週はコンサドーレは明日はオフですが、それ以降はねまた練習あると思いますので、8月以降僕もねもっと練習見学行きたいなと思っております。そして、8月7日リーグ戦再開しますし、8月10日16日はね、今季最後のリーグ2連戦、残留に向けた大事な試合がコンサドーレありますので、そちらに向けてね分析動画であったりいろいろ仕掛けながらね、盛り上げていきたいなと思っております。ということで本日、コンサドーレ関連ニュース生きがい TV ゆきにでした。またお会いしましょう。ありがとうございます。